はい、皆さんこんにちは。サヨミです。さて今日はこのような問題です。大きい順に左から並べなさい。非常にシンプルな問題ですけど、非常に難しい一題となっております。はい、今日はこの問題をシンプルに解いていきたいと思います。ほぼ計算せずに問題を解いていきます。はい、それではやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はね、その分数の比べ方について、いろんなパターンがありますけど、まあ、大きく分けて3つに分かれますので、この3パターンをお伝えして基礎力をつけてからこの問題を、解説していきたいと思います。まずはこのように考えてください。3分の2と8分の5を比べたときにどちらが大きいでしょうか。パッと見ちょっと分かんないですね。パッと見分かんないので、どっちが大きいかなって考えるときに、はい、まずはこれでどうでしょうかね。はい、通分です。分母を揃えることによってどちらが大きいかが分かる。3と8の最小公倍数が24ですから、はい、3が24に8倍なので分子も8倍で16、これは3倍なので15、はい、これでどちらが大きいか分かりますよね。24分の1っていう集まりが16個、24分の1っていう集まりが15個、もちろん16の方が大きいのでこちらの方が大きいと、はい、というふうに分かります。はい、通分ですね。はい、で、その次2番目。こちらがね、一番よくね、入試に使われていきます。はい、すべて小数に直すと。はい、小数に直してみます。小数は分子割る分母で直すことができます。3分の2は2割3です。はい、2割3やってみると分かります。これって割り切れないやつですよね。で、割り切れなくてもいいです。だいたい小数第2位か3位ぐらいまで求めましょう。8分の5に関しては5÷8、受験生は暗記になります。0.625 と。はい、そうすると割り切ろうが割り切れないが大体2ぐらいまでね、判断できますよね。66と62ですから、明らかにこっちの方が大きいと。はい、だからこれが成り立つと。すべて小数にするというやり方です。はい、3番目、めったに使いませんが、小学校、まあ4年、受験生はね、4年で習います。はい、分子を通分、まあ、分子を通分っていう言い方が合ってるかは分かんないですけども、分子を揃えるっていう表現の方がいいでしょうかね。だから2と5を無理やり10に揃えると。はい、分子を10にしてしまうと。今回3分の2の2のところを10にしたんですから、これ5倍ですよね。5倍なので分母も5倍で15。はい、こちらに関しては2倍なので2倍で16。はい。分子を統一することによって比べやすくなりました。これはどういうことかというと、10のものを15等分した。10のものを16等分した。16等分の方がより細かくなりますよね、一つあたり。だからこちらの方が小さいと言えるんです。もっと具体的に言いましょう。ピザ1枚を100等分しました。すごいちっちゃいですよね。ピザ1枚を3等分しました。一人当たりは大きいですよね。つまり分母が大きければ大きいほどより細かく等分しないといけないから、より小さくなるので大小関係はこうですよね。同じ10個のものを15等分と16等分、こちらの方がより細かいと、はい、という比べ方、だいたいこの3つです。あとはね、分子と分母をひっくり返すとかいろいろあるんですけれども、だいたい入試で使うのはこの3つだと思ってください。特に有効的なのがこれです。小数にするのがすごい有効的です。なんでか、分母をね、わざと大きくしてくるんですよね。分母が大きかったら、じゃあ最小公倍数で通分できるんかって言われたら相当大変。計算力もいります。で、わざとやっていきます。入試問題は通分させないように。そこで全部小数にする。小数って絶対できますからね。上割る下で必ず小数に、なりますので、まあそちらの方が早いんじゃないかな。はい、という問題です。ただ、この問題はかなりきついですよね。通分、はい。これの最小公倍数絶対取りたくないです。次、小数やれんことはないけど、まあ3桁は3桁とかあまりやりたくないですよね。はい、そこでなんです。じゃあこれ3番目、分子を通分、うん、これ無理ですよね。全部手詰まりになりました。分子も同じ数で揃えたくないと。はい、そうなって、まあこの問題がまあね、盲点になるんですけれども、じゃあどれも使えないってなった時に、じゃあどうするのか。ただこの分数軍団には一つ特徴がある。どれも使えませんが、ある特徴がある。で、その特徴を生かして問題をクリアにしていく。さて、どういう特徴なのか。全部、
似たような、これね、小数にしたらわかるんですけど、似たような小数です。すべて1に近くないですか？あとちょっとで1ですよね、これなんて。あと45分の1あったら1ですから。これも、まあちょっと離れてますけど、121分の3あれば1になるわけですからね。だから、全部1に近いんですよ。全部1に近いから、1からの距離取ります。1からの距離があればあるほど、より小さいってことですよね。ここが0だったとして、1だったとして、分数があったと。分数があったと。で、1からの距離が大きければ大きいほど、より小さくなるわけですから、この問題に関しては、全部1が近いっていうところに注目して、1から引いてみます。はい。じゃあちょっと引き算の式を書きます。はい。こうなりました。1との差を取ると、45分の1。あと45分の1あれば1になるということですね。で、121分の3、131分の3、141分の3っていうのが全部の1との差です。はい。で、さらにこの中で仲間外れがあります。これですよね。これら分子が全部3になってるのにもかかわらず、こいつだけは1です。つまり、こいつを3にしてあげることによって、全部の分数を比べていくということで、今度はここを3倍します。3倍なので、3倍。135ですね。はい。そうすると、この分数は比べることできますよね。全部分子が3になってるので、分母が大きければ大きいほどより細かい。っていうことですね。ということは、細かい順に、1、2、3、4となります。はい。1との距離の差がより小さい。差が小さいということは、結局は大きいということです。さて、これご理解いただけるでしょうか。はい。0があって、1がありました。はい。で、各自分数があります。例えば、45分の44だったと。はい。これが、あと45分の1であると。はい。じゃあ、4番に関しては、141分の138で、あと、141分の3で、実質はここからここまでですからね。検証したいのは、これとこれがどちらが大きいか。で、今度は145を135分の3にすれば、135分の3と141分の3は、こちらの方がより細かい。極端に書くとより細かいというのはより小さいわけですから、はい。ここの部分に当たると。ここが小さければ小さいほど大きいわけですからね。ここの距離が大きければ大きいほどより数字自体はちっちゃいっていうことになります。はい。だから、これ、細かい順に1、2、3、4と書きましたけど、細かければ細かいほどより大きいので、大きい順に1、2、3、4とも言えるわけです。はい。というわけで、結局答えは、はい、こっちから順番に、が左から順番に書いた正解ということになります。はい。他にもいろいろね、やり方があると思いますけれども、本日はこの3パターンのうち、どれも当てはまらない場合、このような解き方でいきました。今回は1との距離の差をに注目しました。差を見ると何がいいかっていうと、分子がね、全員近くなると。特にここの差ですよね。ここの差が近ければ近いほど同じであれば、差が比べやすくなると。で、1つだけは調節しました。まあ、1つくらいだったらね、全然、3倍くらいだったらね、大したことないんでね。はい。という比べ方を、今日はご紹介しました。はい。というわけで本日は以上になります。ありがとうございました。